まあ、やっぱり、最初はね岩村っていうことで意識はかなりしますよね。最後の球続けて同じような感じに外れました。少し力むんですよね、結果は出ました ね、 そうですね。さよならホームランと、そしてその次の日もホームラン詰まっています。ただ前に出てくるか、秋山の前、岩村三塁に向かいます。秋山の攻撃、岩村三塁ちょっと蹴ったところでストップです。ところ全くないようです。またインサイド構えた銀次郎、詰まりましたが三遊間ショート中島廊下、ヘッドスライディング、セーフ。三塁ランナーホームインで1点をイーグルスが先制です。最後は気持ちのこもった島のスライディング、まあ、中島もいいプレーですよ。そうですね、ここは土のグラウンド、まあ、踏ん張って懸命に送球はしましたが中島、はい、そうですよね、これよく追いついてからねしっかり放棄の送球してますよ ね、 ねなんか今のはねどちらでもいいんですよ、うん、でも見た感じはね審判が決めるわけですから、キングなというか、はい、ショックの残る捉え方です。おっとピッチャー取れないか、しかし中島がカップ、コータローがセーフだった、これもセーフだ。また三塁ランナーがホームインしています。2対0、タイムリー内野安打2つ、イーグルスは、まあ、先週、あ、ここは渡辺監督の今のはタイミングがどうかと、先ほどよりはだいぶ、はい、際どいタイミングになりましたので、まあ、先週1週間で、まあ、両チームとも打線ご覧いただきましょうか。中島も非常に速いボールを送球しましたが、微妙ですよ、でも、はい、本当に微妙だと思うんですね。まあ、これだけ滑ってこう抜けてる感じがある。4キロぐらい全体的にストレートがアップしていた岩隈、最後は低めのまっすぐ、まあ、力が入りバッティングフォームが崩れてしまう、まあ、これが一番心配してるんだと、こう話してましたね。でとにかく中村については気持ちがないと A クラスあるいは優勝いかないですよね。低めのフォークボール振らされました。粘って8球目、落ちるボール、最後は岩隈の勝ちです。岩隈3イニングパーフェクトに抑えています。見せてるので、キャッチャーはちょっと外のスライダーみたいなボールをこうね、そうですね、はい、まあまあそういうことを考えると記念のね、球場でもあるわけですね、今度は同じようなところから落としました。追い込まれるとこのボールがあります。フォークボール、まあ、このボールがね見極めできないんですよね。ここまでみんな振ってますね、はい、できないっていうことはですねもう真っ直ぐに見えて振りに行ってボールなんですよ ね、 ね、これ後ろから見てればね完全なボールじゃないかってわかるんですけど、はい、落とした。銀次郎チャンスで三振、最後は振ってしまいましたね、岩隈、足をねなんとか行かせて、行けばねいいんですけども、見逃し三振、これで9個目の三振を奪いました。あっとデッドボール、インサイド、今度は当ててしまった岩隈、ここで打って4番打者でしょう、これもライオンズの看板打者ですよね。球界を代表するエースと、そして球界を代表する4番の1人、中村の対決です。まず初球アウトコース、外に構え、外外できました、外まっすぐ落とした。これ4番の対決、内側へ来た、見逃し三振、ここはびっくりしました。今いや驚きましたっていうことだと思うんですよ、まさかもらえなきゃいけない選手なんですよね。ただ外いいコース、岩倉が投げてきてバッと出たのも気持ちの面では大きかったと思いますが、ここはインサイド三振、岩倉は12奪三振、そうです、はい、あ、こ
これがいいコースに枠野が決めてきました。これで13個目。特に怖い、まあ、この中島相手に2球変化球で押された。中島フレカットショートがついたにこぼした悪送球になった。中島は1塁そのまま。ここで松井和夫がエラー。小さいものですよね。ショート左へ松井和夫取るが2塁はのかセーフだセーフ。同点ランナーヒューランデスが出ました。ヒューランデス猛打賞です。今シーズン初めての猛打賞。松井和夫もここはよく取りましたが、これはハイプレーだと思うんですよね。ファーストランナー斉藤背番号65。打っていませんでした。満塁です。ついにサヨナラのランナーまで一塁に行きました。いやあべがよく今バットがしませんでしたね。いや、まあ、ハーフスイングのようにも見えます し、ました、はい、ストライクにも見えるんですよ ね。いろんな見え方が確かにしましたが、本当ですね。まあ、ただ阿部のバットの先は出てませんよね。だからやっぱりよく見た感じですよね。ファーストゴロ、ゲームセット。楽天岩熊が150球近い投球で完封勝ち。去年の4月24日以来の完封勝ち。東北の気持ちをまさに体現するような今日はピッチングでした。これで本拠地に向けて貯金を作る可能性がまた大いに高まりました。楽天が埼玉西武ライオンズを下しました。2回の2点西武にとっては結局涌井は頑張ったんですが、この2点が大きく重くのしかかってしまいました。いやそれにしても岩隈にベンチはもう全て託してました。そうですね、もう抑え行くのっていう感じは他の選手たちを奮い立たせるようななんか投球でした ね。周りの、ね、人が応援してます。開幕から3連勝を飾った岩隈、これで成瀬、和田、涌井、こういったそうそうたるピッチャー相手に岩隈は投げ勝って3連勝です。いやファンの声援を岩隈一身に受けて、ファンの声援もいろいろ感じていたようですが、はい、ただファンもまた岩隈の投球に今日は本当感じさいろんなものを感じさせてくれましたね。そうですね、やっぱり